ありがとうございます。皆さんこんにちは。あれ、なんかこんにちはがあんまりこっちから帰ってこないか。皆さんこんにちは。ありがとうございます。いつも無理やり言わせる番頭一倍と申します。私たち栃木県宇都宮市よりやってまいりました。今日は本当にすごくいい天気で踊り日和だなと思っております。初めてこちらの筑西よさこい祭りに参加させていただきます。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。今からありがとうございます、踊らせていただきます曲、愛という曲です。愛というのは愛情の愛の愛です。そこに愛はあるんかいの愛です。あ、そうです。でもちょっとひーちゃんが愛って書いてあるんですけれども、これ戦国時代上杉謙信の謙信に仕えておりました直江兼続という人を主人公にしております。本当に直江家を断絶してでも上杉家を守ろうとした愛のある武将、もう本当にね、私大好きな武将なんです。ぜひぜひこの直江兼続の物語を自分たちで歌も歌っておりますので、物語も聞きながら見てください。踊り子気をつけ、お客様に礼。バント第7章、毘沙門天の教えを乞い、愛を掲げた男の物語。バント2013、愛。Thank you.